ちょうどいいタイミング。あ、恥ずかしいかな。ごめんなさいね。ありがとうございます。こっち見てください。ちょっと高かったですか。おばちゃんもう一枚。ああ、ひどい。ああ、立派なサイズやねこれ。あのケンちゃんが。はい。あ、先出ました。びっくりしました。ちょっと大きなりました。ほんでもサバも、うん、乗りやすいですよねこれね。よかったら親子で一枚いっときます。ありがとうございます。東側の、湾岸線の下です。エビ巻き釣りで、コチヌと、サバのあたりが多いとのこと。そのうち羽とか両型チヌが来てくれたらと思います。西側の石畳のあたりも、サバの回遊が多いです。サビキ釣りは釣り放題、小さいワームでも釣れてますんで楽しめま す, どうですか。今からどんどん釣れるんじゃないですか、はあ、ねえ、この間なんか 60? そうですか。料理も大変やん。総合運動公園前です。サビキ釣りでサバがどんどん釣れております。ご家族連れの方楽しそうです。サビキの方多いんで、ここ昨日ここでグレ釣れてましたけど、今日はグレ狙いの方は、西側行っておられるかもしれません。いくらでもって感じですか。グレもいい。あ、おります。サビキで。いや、これです。ああ、やりますね。どうしてもやりました。よいしょ。サバも釣れて。すいません。このというか、いいサイズですね。おお、かわいいですね、やっぱり目が。やりましたね。これはやっぱり石5回ですか。石5回ですか。あ、なるほどなるほど。もしかしてやっぱ結構おるんですねこれぐらいね。こんだけサバがおっても、ぐれもおりました。いいですね、サバとぐれ。やりましたか。ほんでも、おお、結構でかい、いいグレです。もうちょっとコンスタントに釣れた。うわー、いいグレですね。サバだったらね、サルほど釣れますか。サバですか。このサイズ多いですよね。手強い。手が効くか。ふっ、ジャンプしと。先ほどお隣で羽は1匹釣れてます。エビ巻き釣り、羽1匹。一緒に。